お疲れ様です。文教堂ファンです。今日はですね、小学館さんのワンダーキッズペディアの紹介です。こちらなんですが、全30号を予定しております。はい。で、第1号なんですが、277円と大変お安くなっております。はい。じゃあ早速中開けてみますね。はい。創刊号はですね、ちょっと付録が入ってるので、こういったビニールに入ってます。はい。で、これはちょっと表紙なんですけどね。で、中にファイルに地球の歴史年表とかね。そうですね。これいいですよ、結構。はい。そうですね。この時代に生きてた、動物、恐竜、動物ですかね。こういった感じで、生息してたと。はい。こっちは、そうですね。恐竜ですね。はい。恐竜って実際何かだって知ってます？この前、幕張メッセで恐竜博とかって言ったんですよ、子供と。そしたらトカゲの仲間らしいんですってね。恐竜ってね。で、今回はですね、じゃーん。こういった感じで、本棚っていうんでしょうかね、これ。収納ボックス。失礼しました。収納ボックスがつきます。世界の国旗もついてます。日本どこだか分かります？ここです。はい。そうですね。これから、国旗と言いましたら、これからね、オリンピックとかやるから、そうですね。結構面白いと思いますよ。これ、こっち側だけじゃないですよ。こっち側もついてます。はい。で、こういう感じで入れるような感じになっております。これでもちゃんとこうがっちりしますよ、これ。恐竜の時代。はい。地球の歴史1という感じになってます。そうですね。小学生のお子様とかね、恐竜とか本当に大好きですからね。昔なんですけど、うちの息子が小学生の頃、やっぱり子供会遠足とかで、どっかの、ちょっと名前言えないですけど、博物館に行きまして、そこで、恐竜の骨とかね、化石とかね、ありまして、子供たちすごい興奮しながら見てましたね。そうですね。全30号まで予定しておりまして、そうですね。恐竜だけじゃなくて、そうです。乗り物とか惑星とかね、スポーツ、昆虫、科学、自然、技術、日本じゃ、失礼しました。人間、食べ物、宇宙、社会の仕組み、建物、日本の歴史、日本っていう感じになっております。はい。創刊号が277円プラス税で、2号から30号までは500円となってます。で、隔週の木曜日発売です。はい。これ30冊揃ったら本当にいい、もう百科事典っていうんでしょうかね。そういう感じになると思います。よろしくお願いします。